大麻は賛成派ですか？あ、僕ね、大麻吸わないんですけど、別にいいんじゃないって思っちゃいます。だって明確になんか NG な科学的根拠がないし、あと僕思うんですけど、この国ではダメだけど、この国では OK ってようわからんくないですか？例えばじゃあ殺人を認めてる国はないわけですよ。基本的にはね。でも大麻の場合は、吸っていいって言ってる国もあって、吸っちゃいけないって言ってる国もあるんだけど、吸っていいっていうふうに今オープンになってくわけじゃないですか。理由が科学的に考えた時のデメリットが少ないからっていうのと、あと治安が良くなる。やっぱりそうやって国が管理した方が税収も上がるし。ってことを考えたら、日本だけが禁止している理由をちょっと教えてほしいかなと思います。で、もっと言うと、僕、タバコを吸ってる人よりも、大麻を吸ってる人の方が好きです。大麻を吸う人って、多分、隠れてコソコソ吸うんですよ。バレないように。だから、僕が普通に生活してて、煙にさらされることがないんです、日本だと。だから僕、大麻の方がマシなんです。タバコってさ、歩きタバコしてるおっさんとかいるわけじゃないですか。だから僕はタバコの方が堂々と吸われるので、大麻中毒者の方が、喫煙者よりかはまだマシだと思ってます。はい。切り抜き、いかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。